さあやってまいりました、今日のジャグラス今日のジャグラスは、はい、ですね、買いに行きます。うん、なぜ買いか、まあとりあえずね、買いで買いのね、ドスジャグラス、お、ミクエがある、まあいいや、買いのドスジャグラス、はい、こちら今日検証するのは、ボマーをつけた状態で、オーダル G 何個分の体力があるんだいとすジャグラスですオーダル G 何個分でやられるのか、ちょっとねその辺を検証していこうと思います。あくまでねドスジャグラスの方の検証になるんで、はい、ドスジャグラスは何個のオーダル爆弾体力、オーダル爆弾何個分の体力なのか、それを調べていきます。よし、始まりました。いや本当はねマスタークラスやりたいところだったんですけど、どんぐらい時間がかかるか分かんない。そして今ね時間があるんだったらクエストをちょっと進めたいっていうのもありましていやすませ、うん、簡単に済ませてるわけではないんだけどさ、とりあえず今日は貝のドスジャグラスからねやっていければと思います。いやー何個分なのか、いやーどうなんだろうね。で一応ボマーはつけてきてます。そう、オーダル爆弾 G をだけで倒すってなったらね絶対ボマーつけてくると思うんで、みんなよっしゃー、起爆どうしよう、起爆どうしよう、起爆はどうしよう、こうだ、あーやっべー外した、まずいここに石があったのに、あーやってしまった、くー、よし、ここにセット、あやべ、またミスったか、やべ、これはまずいぞまずいぞ、あ気づいた、そこで気づかないでそこで気づかないで、もうちょい行ってお願いします、もうちょいもうちょい、なんだもうちょい、半歩半歩、あー早い、ちょっと待てよ、おいおいマジか、やべえな、この状態で日が暮れるわよっしゃ、だがあそこにとどまってくれてるのはいいことだ。ここでオーダル G 加えていく、2個分、さあこれは成功だ、アップで大丈夫か、よし行ったね、とりあえず2個、よしよっしゃ、今こいつはねオーダル爆弾 G2 個分の体力は所有していることになりました。さあやらえろ、そしてもう一発だ、ここにあるぞよし来い、はい4個目、そして戻る、戻り玉を忘れたそっか、なるほどね、4つの体力があるんですね、うん、なるほど、オーダル G ボマーつけて4つ分の体力はある、なかなかあるな、だって貝のドスジャグラスですよ、すごくないですか、よっしゃ、で戻り玉を持っていこう、これ戻り玉の大事だな、で戻り玉をゲットして、多分あとこれかその次で倒せそうな気がする、一発あたり200近く食らえてたしね、食らわしてたんで多分いけると思うんだよな、どうだろう、はい5つ目、爆弾 G ここです、はいどうぞ、えい195ダメージ、あやべえ猫何置いてんだ、そんなの置いちゃダメだ、ダメだ検証ができなくなってしまう、やばい敵は近くにいたでもう一個、よいしょ、あどうだどうだこれどうだ、あなんだ、何今の攻撃、猫か猫か猫がやったのか、あでもあれ今何個だっけ6つはやったね、オーダル爆弾6つ分の、やめろ猫ダメだ
やっちゃダメだ。6つ分の体力か。6つでそこまでダメだって。あぶねえ。うちの猫やる気満々だからな。ハイスペックだからね。よし、寝ちゃえばね、ちょっとダメージは通りやすくなるんですけど、オーダル爆弾次7個目だね。7個目のオーダル G で倒せるか。これはやべえ、そっちの相手を捨ててくれ。でもう1個いきます。はい、よっしゃ、7個で討伐しました。ドスジャグラス回オーダル爆弾 G7 個で討伐可能です。あ、7個の体力か。7個不死に重視1400以内ですね。そっかそっか、だいたいそんぐらいの体力があるっていうことが分かりました。いやー、いいね。今日は埋もっちゃったね。埋もれちゃった。あ、でも岩の中からも見える、岩の中からも見えるドスジャグラス、かわいいね。いいね、これね、上か下どっちが目玉か分かんないよね。顎の部分ほら、なんかこっちが顔な気もしてこない、ほら。どうすかね、ほら白目向いてる感じ。よー、いいね、やったね。7個か、そっか。よし、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。